バルセロナが FW フェラントーレスの代表招集を見送るよう、スペインサッカー連盟、RFRF に要請したようだ。スペイン、ムンドデポルティボが報じている。写真、日本とも対戦するスペインの W 杯用ユニフォーム。フェラントーレスは1月31日に行われたオサスナ戦でミニハムストリングを負傷。 17日に行われるアトレティコマドリー戦に帯同できる可能性があると報じられ、復帰が迫っている。とはいえアトレティコ戦で先発する可能性が低く、負傷再発のリスクも考えられる。そのためバルセロナは今月行われるコロンビア代表とブラジル代表の国際親善試合にフェラントーレスを召集しないよう求めたとのことだ。 ユーロ2024予選で主力としてプレーし、3ゴール1アシストを記録したフェラントーレス。本大会前のアピールの機会だったが、代表招集は回避されることになりそうだ。